はい、皆さんこんにちは、ギター歴40年、ギブソン大好きおじさん北村雅彦です、今日も見ていただきありがとうございます、昨日から始まりましたレフティギター 3ヶ月チャレンジ、第1回目の動画見ていただきましたでしょうか、左利きのね、ギターを3ヶ月でマスターしようという、まあ何やってるんだかよくわからない、でもなんか楽しいぞっていう、そういうチャレンジなんですけれども、ですね、まあ、闇雲にこう曲をね練習していくだけではなかなかこうね、上手くなるスピードにも限りがあるかなと思いまして、なるべくこう効率よく、マスターしていくための筋道を、右利きのギターの先生の方がね、考えまして、作戦を2つ考えました。今日からこの作戦で、この作戦で、ギターの練習に取り組んでいきたいと思います。言いますか。作戦その1、半音下げチューニングと、1フレットカポで右手にかかる負担を減らすと、楽にすると、これはですね、昨日ちょっとパッと弾いてみた時にも、初めて左利きのギターを弾いてみた時にも感じたんですけれども、こう弦を押さえる右手、まあ今まではこうね、右利きのギターでは左手で弦を押さえてたんですけど、これから左利きのギターでは右手で弦を押さえる。その指先が痛いんですね。これはもうギター初心者がもう必ずぶつかる、壁なんです。で、まあ、慣れてくればこの指先のところがこうタコができて、固まってくればもうすぐ大丈夫になるんですけれど、まあただすぐとは言ってもね、やっぱりしばらくかかるんですね。数日からまあ多分1週間ぐらいはかかる。で、あとまあ握力、こう締め方のコツなんかもよく分かってないですから、なるべくこう楽に抑えられる状態にした方が上達が早いし、練習にも取り組みやすいと。それでまあもっと柔らかい弦、細い弦のね、エクストラライトゲージとか、そういう細い弦を使うという手もあるんですけれども、今回はこのチューニングを半音下げるという、1フレット分ですね、半音下げるというやり方で、右手を楽にするということをやりたいと思います。で、半音下げにするともちろん音程下がっちゃうんですけれども、カポを1フレットにつければ一緒ですから。それで、やっていきたいなと思います。それから作戦に、クロマチックエクササイズを毎日やろう。まあ、クロマチックエクササイズ、これ何かと言ってますと、まあ、ギターのこう右手と左手のトレーニングのようなもので、まあ、後で、実際にやって説明しますけれども、でもこの曲を実際にこうコードを弾いて練習するだけじゃなくって、基本的なエクササイズですね。そういったものを練習することで上達が、指の動きが良くなって上達が早くなるんじゃないかということで、こういったものも取り入れていきたいと思います。はい、ではまずチューニングの半音下げですね。今ここヘッドに、ギターのチューナーをつけて、チューニングを下げる準備をしています。ギターの弦はレギュラーチューニング、ギターのチューニングは、レギュラーのチューニングでは、音の音程の低い方から一つの音を出すだけでも大変だもんね。 E AE、こういう風に6本の弦が並んでいるんですけれども、そういう音程で並んでるんですけれども、これを半音下げて、ですから、この E の音だったらこれを、D のシャープですね。 D シャープ、この A の音は G シャープ、D の音は C シャープ、次はなんだ、これは G の音だから F シャープ、そしてこれは B だから A シャープ、そして E ですからもう一度、D シャープ、これはもうチューナーを使えばすぐ簡単にできることですので、どんどん下げていけばいいわけです。まあ、もしこれ見た方でですね、自分もやってみようと思った方が、ギター専用のただチューナーを使ってた場合に、そのシャープという音程が、表示されない場合があります。その場合はですね、カポタスト1フレットにつけてギターのチューニングに合わせると、
そういうやり方をすれば、半音下げのチューニングが再現できます。これどちらの方法でもいいです、一緒です。まあ、ただあのチューニングの正確さという意味ではカポなしで合わせてカポをつけた方が、精度高いですので、僕は今回は、このま状態で、カポなしの状態で半音下げにチューニングしていきますということで、では下げていきましょう。今これがいいですね。これを、下げるのはどっち向き、あ、こっちじゃない、こっちだ。はい、Dシャープと、はい、これでやりました。でこれで、カポを1フレットにつけますと、これが、ここに右利き用のギターがあります。ですね、はい、この状態で、練習をしていきたいと。はい、それでは作戦その2、クロマチックエクササイズ、これまあ僕があの適当につけた名前なんで、正式に何ていう呼んだらいいのかちょっとよくわからないんですけれども、まあ要は右手と左手を連動させるこのギターのエクササイズですね、ちょっとやってみますので、右のギターでやってみますので、見てみてください。半音ずつこう上がっていく、じわ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 とずれていくという、こういうトレーニングなんですけど、まあそれでずっと続けていって、最後はこの12フレットのあたりまで続けるというのを大体あのよくやっているんですけれども、これをね、まあ左のギターでも、まあ、大変だとは思うんですけれども、まあここまでいかなくてもいいです。この7、8フレットぐらいまでね、とりあえずやればいいかなと。まあこういうのはとにかく慣れですから、右手と左手のこう連動ピタッと合うようになるまでいろんなことをやると。でこういう類のね、あのメカニカルな、練習っていうのは、まあ、いわゆるスケール練習ですとかいっぱいあるんですけれども、この単純に半音ずつ上がっていく、そしてここからは半音ずつ下がる、ちょっとゆっくりになると思いますけれども、とにかく、これを1日1回はやるということで、ちょっとずつ慣れていけたらいいなと思っています。はい、じゃあ、左でもクロマチック、左でクロマチックエクササイズをやっています。さっき右利きの時の自分がね、毎日やれって言ってましたけれども、できるのかなって、まあ本当にね、自分で初めてやるんで、これねできるか分かんないです。やってみます。いや、どんな風になるかなっていうことでね、やってみますね。これ右手ピック持ってます、右手じゃない、左手ピック持ってます。ピックはダウンアップダウンアップで、はい、じゃあやってみますね。とにかくね、いきなりダメだな。ちょっと待って、カポつけよう。このフレット
ットの幅がね狭い方がやりやすいんですよ。ちょっと2カポぐらいにさせてください。ごめんね、あのいきなりなんかあれでなんかいきなりズルしてるみたいですけど、やりやすいとこからやりますね。でございます。じゃあ曲の練習をしてみます。中島みゆきさんの糸。週2日目です。ですね、昨日までは、膝を組んでギターを置いていたんですけれども、今日から足台を使います。まあ普段から足台右で弾くときも使ってるんですけれども、これをにこう膝を乗せて、膝じゃない足を乗せて、こういう状態ですね、こういう状態ですね。はい、こうやってそこにギターをこう構えると、まあ、高い方の膝に乗せて、よいしょ、こうすると、この方が足元がより、踏ん張りが効くというか、そんな気がしましたので、こういうことにします。まあ普段から使っているんですけれども、ちょっと昨日までは横着をしていましたので。それからこの左手のピッキング、空ピック、この練習をですね、この練習をいっぱいやるといいような気がします。右手、こっちは右手ですから、もともと利き手なんでね、もともと器用なんだけど、左手はやっぱり僕の中では不器用な方の手なんで、それがこう、紐トレつけてるんですけれども、こういうのをつけることで体の中のバランスとか動きの連動がまた取りやすくなるというところもあるような気がします。ちょっと昨日まで出してたのとは違う形のギブソンのギターを出してきました。まあ、形ほとんどこのマーチンのね形と一緒です。まあ、これドレッドノートスタイルって言うんです。まあ、ギブソンではラウンドショルダージャンボって言うけど、まあ同じような形、同じ形のギターを使うことによって、こう右で構えた時にね、こう体のどこでギターを安定的に支えてるのかなという、それでこう、っていうこの感じを裏返すと、だから足台をずらしてこうやって、ね、この感じを裏返すと、うわおおおおおおThank you.
うん、なるほど。どうすんの。待って、こう、なるほど。こういう感じか。あ、なるほどね。